小川さん、まあ、代表に内定しているということもこの大会は、まあ、いろんな意味で心理的に影響があると思うんですよね。そうですね、はい、やはり内定してましてもですね、トップの座で出場するとしないのでは大違いですからね。はい、テクニカルでトップに立ちました。優勝最短距離にあります八木沼の演技です。今日は何としてでもトリプルルッツに挑戦すると言っておりました八木沼ですが、最初の大技、このジャンプが決まるかどうか。シングルになってしまいましたが、伊藤さん、相当やっぱりプレッシャーがあったようですね。そうですね、はい、打撃ですね。でも気にしないで全体の滑りを見せてもらいたいですね。トリプルサルコー。小川さん、この八木沼の持ち味は、まあ、ジャンプというよりむしろこの全体の表現力。そうですね、見せるスケートですね、はい。今のいくつか失敗しましたけども、はい、気を取り直すために深呼吸してましたね。あ、全日本のタイトルはぜひとも欲しいタイトルであるには違いないんですが、まあ、今年はそれに加えてオリンピックの代表と世界選手権の代表の座がかかっています。ダブルアクセル、どうやら伊藤さん気持ちの上では少し立て直しがうまくいってるようですね。そうですね、はい、だんだん調子良くなってきてますね。それですけどね、はい、ちょっとヒヤッとしますね、うん、うまく取れました。この最後に来てね、このトリプルトーループはすごく印象はいいですね、はい、何か肩が大きく動いてほっとため息をついたようなそんな表情でしたが、そうですね、はい、ちょっと最初は、ね、シングルになってしまったありましたけど、全体的にはでも良かったんじゃないかなと思いましたけど、はい、小川さん、この八木沼の演技は、まあ、一つ一つのプログラムをこうきちっとこなしていくそのメリハリの良さといいますかね、はい、そういうのもありますよね、そうですね、持ち味は。
やはりあのベテランですからね、はい、あの一つミスってもですね、あの落ち着いて演技してましたね、はい。まあ、昨日は、テクニカルプログラムはいわゆるノーミス、全くミスのない完璧な演技という感じのテクニカルプログラムで、まあ、1位の点をもらったんですが、本人としてはやはり、ルッツからトーループに変えたのが、あまり、本意ではなかったと。伊藤さんちょっと不満を漏らしてましたけどね。そうですね、本当はやりたかったっていうことを話してましたね、はい。さあ注目の得点が出ます。テクニカルメリット技術点ですが、最高が 5.5 ですか。 5.5 が3人。八木沼さんの場合、伊藤さん、あの芸術点が少し上がるでしょうからね。そうですね、はい。さあ会場から拍手が起きています。5.7 が2人、5.6 が3人。5.7 5.7 5.6 5.4 5.5